先日新宿の歌舞伎町で職務質問を受けた時に、警察官の方にリアランプが玉切れしてるよってちょっと指摘されて、実際見たら切れていたんで、行きつけの杉並モータースへ直しに行きたいと思います。杉並モータースはカンパチからほど近い井の頭通り沿い、早いしめっちゃ安いしすっごい丁寧、人がこの左側です。はい、着きました。杉並モータース着きましたね。もうめっちゃ丁寧だから、もう全部が全てがもうバッチリだから、杉並モータース優しいし。到着しました。いらっしゃいませ。どうも。こんにちは。車はそちらです。あ、そうだ、分かりました。はい、いただきました。じゃあ一回ちょっと確認してもいいですか。僕ちょっと運転してる時に見れなくて、自分で。ああ、はい、左の内側と右の外が切れてます。あ、そんなでもないですね。10分ぐらいいただければと思うんで、はい、10分15分ぐらいで、そんぐらい了解しました。じゃあその辺で時間潰してまた戻ってきます。お手数ですが、じゃあすみません、よろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ここですぐ治りそうですか。あ、もう今大丈夫なんで。あ、本当ですか、ありがとうございます。このぐらい自分でできるようにならなきゃダメですよね、本当は。いやいや、仕事なくなっちゃう。どうですか、どうですか。本当ですか。あ、完璧です。で、こちら領収書と、これの領収書。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですね。リアランプ玉切れサイン出ないね。オッケー。いやー、さすが鈴木内モータース、すげー丁寧だったし、10分ぐらいかかりますとか言ってたんですけど、速攻リアランプの玉切れ2頭変えるだけで2分ぐらいだったかな。だいたい 2,3 分でもう速攻やってくれましたね。10分と5つ。みんな丁寧だし、ニコニコだし。お会計の方が時間がかかったぐらい。もうこれで大丈夫でしょう。